こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。ずっとですね、ウォークマンばっかりやってるんですけど、またまたソニーのウォークマン、これも直したんですけど、ジャンクのやつをね。これはですね、モデル名は WM-EX641 っていうモデルですね。これがね、これが作られたのが1996年ですね。はい、当時ですね、1万3000円で売られてたものです。はい、で、これを紹介していきたいと思います。まずですね、いつもの電源ですけど、電池ですね、ガム型の充電池が使われます。はい、そしてですね、外付けの電池、単三電池、こういった単三電池を使うためにですね、こういったアダプターじゃなくて、これ、外付けのケース、電池のケースがね、ついてます。これを、ここのところに、ここに差し込むとね、ネジで止めると、単三電池で使えるようになります。はい、そしてですね、リモコンはですね、ここの側面のプラグに差し込みます。このタイプのね、このタイプのリモコンはですね、結構新しい方のタイプでもってですね、通常のねミニジャック、こういったミニジャック、普通のイヤホンのミニジャック、これもこうやって挿せるようになってますね。そしてですね、ここにこう挿すようになってます。はい、これはねリモコン、こんなリモコンですね。これはね、液晶がついてない至って簡単な、リモコンですね。モードとかそういうのもなくてですね、再生とかですね、巻き戻し、早送り、停止、あとはですね、ボリュームがついてるだけの単純なリモコンですね。そしてこのイヤホンはね、リモコンにくっついちゃってるんですよね。取り外しができません。はい、こういったものですね。だから通常のイヤホンで聞くときにはですね、この、本体側のジャックに挿して聞きます。そしてですね、ここがメインの操作のボタンですね。こう再生、停止、早送り、巻き戻しっていうのがここにありますね。はい、でここにホールド、これをホールドにしとくと操作が効かなくなります。あとはね、ここになんかあるな、ここ側面にね、ちっちゃい、スライドスイッチがあります。これはですね、こうか、こう見る。これはですね、一つはですね、AVLS っていう、音漏れ防止機能ですね。混雑した電車の中で、シャカシャカ音をさせないための機能とですね、あと、モード、テープの走行モードとですね、ブランクスキップって言って、前も説明したと思うんですけど、無録音、録音されてない部分を検出して飛ばすっていう機能ですね。その辺の、スイッチがついてます。で、これをカセット開けるときにはですね、ここのスライドのところ、これをスライドさせるとですね、これ開きます。はい、こんな感じでね。で、カセットをこうやって入れますね。カセットをこうやって入れて、これでいい。で、開けるときはこれで開きます。はい、こんな感じの機構になってます。ボリューム言ってなかったな。これボリュームね、ここにボリュームがついてます。はい、そしてこれがですね、ドルビーですね、ノイズリダクション、ノイズを取り出す、CD なんかはね、ないですけれどもね、ドルビーで、サウンド、これがね、ノーマルと MB と GRV って書いてあるんですね。
これはね、あれですよね、こう重低音関係だと思いますね。確かそうだと思います、はい、間違いないと思います、はい、この辺はね、重低音ってあんまり今はね、あんまりこうゴンゴン響いて、ちょっとわざとらしいんでね、あんまり好かれないと思うんですけどね、はい、ということでちょっと聞いてみますね。よいしょ、はい、はい、こんな感じでね、テープもあります。はい、でリバース、こんな感じでね、リバース、これでいいのかな、こんな感じでね、またリバース、こんな感じでね、リバースかけます。はい、こういうものですね。この辺もね、これからですね、オークションにかけたいと思いますんで、下のね、説明のところにね、URL、オークションの URL 載せておきますんで、興味のある方はそちらを見てください。これはね、取説あったかな、多分あったな。その辺もね、ダウンロードできるようになってると思います。おう、これテープがね、あ、テープない、なくなっちゃう。あ、なくなっちゃった。テープの最後の方はね、かなりですね、あ、オートリバース。あ、オートリバースかかんないモードになってるか。オートリバースが、これどこだっけな。あ、オートリバースがかかんないモードになってた。じゃあこれで、あ、これ、これ、あ、これ、よしよし。うん、ということでね、またね、いろいろなものを、紹介して、していきますんで、チャンネル登録お願いします。そろそろですね、3D プリンターの方もレポートしたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。失礼します。ナオリンでした。ありがとうございました。